生日のことは覚えていますか？ろうそくの匂い胸に溜めた。あなたのことをお祝いしましょう。あなたである今日と明日のために生きてきたようで生かされてる。そんな私であってあなたである。おめでとう、今日までたどり着いたんだよ。辛いことの方がよくあるけれど、ありがとう理由は何もないんだよ。あなたという人がいることでいいんだよ。形ないものもありました。特別ではないものが特別になって、あなたを幸せにしたこともあったでしょう。何もできないなんてことは私にもないし、あなたにもない。おめでとう、奇跡があなたなんだよ。暗闇に灯ってる火のように、ありがとう、手のひら合わせられるのは、あなたがこうしてここにいるからなんだよ。おめでとう、までたどり着いたんだよ。思い出がまた一つ増えました。ありがとう理由は何もないんだよ。あなたという人がいることでいいんだよ。